すごい人だかりね。王様が変わるってだけのことはあるわ。始まるようだ。王様は今日もお休みか。めでたい日なのに残念だな。愛すべきトライオラの民たちよ、よくぞ集まってくれた。これより現国王であるわしの退位、そして次期国王の即位を宣誓するべく継承式を執り行う。とまあ、堅苦しいのはここまでだ。早速だが、伝説の黄金鏡を見つけ出し、継承の儀を勝ち抜いた次代の王を紹介させてもらおう。ウクラマトだ。とてもとてもめでたい。ウクラマト王に栄光あれ、トライオラに栄光あれ。旅に出るまで私は知らなかった。それぞれの部族が今日まで大切に受け継いできた文化を、歴史を、願いを。この町で暮らしてるだけで
トライオラの全てを知った気になってたんだ。でもハヌハヌ族の集落では遺品花祭に込められているのが全ての命に繁栄を願う祈りだと知った。ペルペル族が大切にしているアルパカがどんな風に育まれているのかも知ったよ。そしたら苦手だったはずのアルパカを好きになっちまった。モブリン族とツボダクミの関係を知ったら、彼らが力を合わせて生み出す創作物の全てが今まで以上に輝いて見えるようになった。ヨカフイ族の歴史や思想には胸を打たれた。人が死ぬのは肉体的な終わりを迎えた時じゃない、誰かの心から忘れ去られた時だってな。400年以上も争い続けたシュバラール族とマムージャ族が和平を結んだことで生まれたシャブルクピビル、そのうまさは平和の意味を教えてくれた。それからマムークでは相当に願いを託す連中に出会い、悲しみの歴史を知った。でも彼らが感じてきた苦しみに向き合い、それを取り除く希望を見つけ出して手を取り合うことができた。あいつらは総決の教えの人たちが他の部族を受け入れた？ウクラマト王はどんな魔法を使ったの？とまあ、トライオラの愛すべき文化や人々に出会えた一方で、この国にはまだたくさんの問題が残ってることも分かった。コザマルカでは飯が食えず盗賊行為に走る奴らがいた。ヨカフイ族の一部には未だに戦いを望む連中もいる。誰もがみんな平和で幸せに生きてるわけじゃねえ。それに私が旅してきた土地以外にもまだ出会ってねえ多くの部族が暮らしてる。知らない文化も歴史も願いも山ほどあるはずだ。だから私はトライオラの王としてみんなのことをもっと知り、もっと好きになって笑って暮らしていける国にしていきたい。だって私はこの旅で見てきたみんなの笑顔が何よりも好きだからだ。ところでよ、王になれるのは一人だけなんて決まりはねえよな。あいつ何を言い出すつもりだ。みんなも知っての通り、私の親父には頭が2つある。武王と利王、2つの心が力と知恵を合わせて国を起こしたんだ。そんな国をさらによく変えていこうとするなら、未熟な私の力だけじゃ無理ってもんだ。だからよ、あんたの知恵を貸してほしい。あたしと共にこの国の王になってくれ、コーナ兄さん。
本気なのかい、ラマチ。私が武王で兄さんが利用、二人合わせて新たな連王ってのはどうだ。まあいいんじゃねえか、王が二人いたところで困ることはねえしな。すべては民がそれを受け入れるか否かだ。僕はシャーレアンへの留学を経て、トツ国の技術を伝え広めてきました。その結果、ヨカトラルでは気球が飛び、サカトラルでは鉄道が走り始めています。トライオラの技術力と生活水準を高めることで、他国に対して国力を示し、侵略に対する抑止力とする、それが僕なりの国防戦略だったのです。ですが、僕は皆さんが大切に受け継いできた文化にあまりにも無関心で無理解だった。文化とは、人が脈々と受け継いできた生きた証。僕は継承の儀を通してその尊さを知りました。もしも僕のことを認めていただけるなら、皆さんに寄り添った方法でこの国を豊かにしていきたい。それが先代より利用を受け継ぐ者としての責務だと信じて。何よりも皆さんには幸せであってほしい。それが僕の素直な思いです。こいつが無駄にならずに済んでよかったぜ。こいつは私とコーナ兄さんが王となったことを描いたトライオラ叙事詩の新章、さしずめ K の章ってところか。まったく、継承式を前に忙しそうに走り回ってると思ったら、これを作らせていたわけか。言っとくが、ただの思いつきじゃねえぜ。継承の儀を経て私がたどり着いた答えさ。ともかくこれで長らく不在にしてたリオウが戻ってきたってことだな。隠してても我が国は分かっちまうか。
こいつが死んじまってもう3年になる。そんな、リオー様がお亡くなりになっていたなんて。とてもとても悲しい。そうじゃなきゃいいとは思ってたが。黙ってて悪かったな。だが、こいつは最後の最後までリオーとしての責務を果たした。継承の儀がそれよ。王が代替わりするなんざ、トライオラにとって初めてのこと。リオーは死ぬ間際まで計画を進めてたのさ。この国を思い、この国を生きる奴らのことを思ってな。ったく、決めるだけ決めたら、あとはわしに押し付けていっちまいやがって。ま、お前たち二人が連合を受け継いでくれて、こいつも満足してるだろうさ。多少予想外のことはあったが、これにて継承式はしまいだ。新たな連合とトライオラに輝かしい栄光があらんことは。これまでタブ族を拒み続けてきたマムークが早くも変わり始めたようじゃないか。それも一人の小娘の影響で。ウクラマトのやつ、親父そっくりになったな。あいつが王になった後、この国がどうなっていくのか、短い余生の楽しみにしておこう。